歓喜のイラスト。クロマチンはまだ凝縮しておらず、細胞は通常の機能を行っている。歓喜の細胞の核の画像。画像は DNA を脱皮で染色して、光学顕微鏡で撮影されたものであり、この細胞や左上の有位と分裂周期の細胞の細胞質は見えていない。歓喜とは一般的な細胞がそのほとんどの期間を過ごす細胞周期の段階である。 寒気の間に細胞は有位と分裂に備えて DNA を複製する。寒気は細胞にとって日常生活または代謝を行う期間であり栄養素を獲得して代謝し成長し DNA を読み取り他の正常な細胞機能を行う。深核細胞の大部分はそのほとんどを寒気に過ごす。寒気は以前はレスティングフェーズと呼ばれていた。 しかし、寒気は、細胞が単に休止している状態ではなく、むしろ細胞は活発であり、後の細胞分裂に備えている状態であるため、名称が変更された。ありがちな誤解としては、寒気は、有意と分裂の最初の段階であるというものがある。しかし、有意と分裂は、核の分裂であるので、前期が、実際の最初の段階である。寒気では、細胞は、 有糸分裂や減数分裂に備える。体細胞は細胞分裂によって自己複製を行うためにあり糸分裂を行い、2倍体の生殖細胞は有性生殖のための1倍体の配偶子を作り出すために減数分裂を行う。寒気には3つの段階があり、それぞれの段階の終了時には次の段階へ進行する前に、 細胞周期チェックポイントがその段階の完了を確認する。寒気の段階は次のようなものである。寒気、そして寒気の各段階に費やす期間は様々であり、細胞種と生物種の双方に依存する。哺乳類の生態の大部分の細胞の換気は約24時間であり、細胞周期の90-96%に相当する。G2 期が完了すると、 細胞は核の分裂と細胞の分裂が行われる比較的短い期間に突入する。優位と分裂と細胞質分裂の完了の後、娘細胞は再び肝期の G1 期へ進行する。細胞周期において肝期は M 期の周期と細胞質分裂に引き続いて進行する。代わりに肝期は G0 期によって中断されることもあり、ある環境では G0 期の終了後に 寒気の残りの段階が進行する。寒気の最終チェックポイントである G2 チェックポイントの完了に成功すると、有意と分裂の最初の段階である前期、または植物ではプレポラフイズへと進行する。G0 期は細胞が分裂も分裂への準備も行わない G1 期の延長として、またはそれとは異なる細胞周期外の正式として捉えられる。 配偶子形成の過程では、寒気に引き続いて、減数分裂が起こる。プログラム細胞死の過程では、アポトーシスが寒気に続いて起こるか、または寒気を阻止して進行する。ありがとうございます。